はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はひまわりを使ったアレンジメントの作り方を皆さんに紹介したいと思います。これからね、暑い夏がやってきますので、まあ、夏といえばまあひまわりというぐらい、ひまわりはこう夏らしい花でもありますので、ぜひね、こちらで作り方を覚えてみてください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日はね、こちらの花材を使ってアレンジを作っていきます。こう今まで使うとこう可愛いアレンジになると思いますので、最後までご視聴ください。では行ってみましょう。はい、今日はこちらのこの器を使ってアレンジをしていきます。はい、まずこのフォームの面取りをします。このね、角を取ることによって、なんかこう面取りって全然意味ないだろうと思ってる人もいると思うんですけれども、これね、実は意味あるんですよ。あのね、無駄な葉っぱがの使用を防ぎます。だからアレンジ自体がやぼったくならなくなるんですね。まずはこのひまわりを入れていきます。このね、お花の向きですね、特にひまわりなんかはこう花の向きがすごくこうあるお花なので、分かりやすいお花なので、花の向きにはすごく気をつけてください。全部正面向けると自然のナチュラル感っていうのが全くなくなっちゃうんですね。だから少しこう振りをつけて、例えば少し斜めにこう見せるとかいうふうにしていくと素敵なアレンジメントが出来上がると思います。はい、ひまわりが入りました。そしたらここで少しこのレザーリーフファンでファンデーションワークをしていきます。はい、ファンデーションワークが終わりました。次にこのドラセナの葉っぱを丸めてホチキスで留めた巻くというね、 N スタイルの N フラワーの巻くというテクニックを使った葉っぱをアレンジに入れていきます。で、この上の方にはこの巻いてないドラセナの葉っぱを少し入れましょうね。ここでこのオレンジのバラを入れます。次にこのフロリダビューティーを入れていきます。あんまりこう出すぎないように少し葉っぱを間引いてあげて入れていきます。1本はちょっと上に長くこのように伸ばしていきます。次にこのヒペリカムの赤を入れていきます。そして最後にこのスプレーバラのイエローを入れていきます。少しこう枝取りでね、長めにしたものを上に入れます。こちらで完成です。では正面から見てみましょう。こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。ひまわりはね、めちゃめちゃ可愛い花材です。これからね、お花屋さんではひまわりがいっぱいこう店頭で並んでいくと思うので、ぜひ一度
2度3度ぐらいのアレンジメントを夏の間に作ってみてください。またひまわりもね、いろんな種類のひまわりがありますので、またこれからフラワー TV でもいろんな種類のひまわりをのアレンジメントや花束を皆様に紹介していきたいと思います。はい、ではね、今日はこちらで終了したいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.